こんにちは、あいです。今日は青春18切符2回目の目的地というお話です。この前初めて青春18切符を使って、日帰りの旅行をしてきたんですが、その時の場所が、千葉の房総半島一周というのをやってきました。で、2回目を どこに行こうと考えていたんですが、熱海に行くことにしました。というのも、本当は熱海に1回目の青春18切符を使って旅行したいなと思ったんですが、当日の朝に東海道本線に遅延っていう遅延情報が流れてて、でこのまま熱海方面に行って、でもし戻れなかったらどうしようと思って、その時は次に行ってみたかった、千葉県の房総半島一周の方に急遽切り替えて、旅行をしてきました。で、それぐらいちょっと熱海の方に行ってみたいなと思ってたので、2回目は、熱海に向かって、静岡方面、伊豆の方の、旅行をしていきたいと思って旅行してきました。で、明日からの配信で旅行中っていうか、旅してる間で感じたこととかいろいろを配信していこうと思っています。ということで、今日は青春18切符2回目の目的地というお話でした。最後まで聞いていただきありがとうございます。